内山交渉老指定書消防現像行物異議第7回昭和60年11月16日今日五条総選寺にて収録。テキストの13丁の左5行目説法山神学大師主に示して曰く三世諸仏火炎理にありて大法輪を転ず蓮社院秀逸大師曰く火炎三世諸仏のために説法す三世諸仏地に立ちて聞く蓮語禅師曰くまさにお参り紅白さらに広告あり五関東紀進出鬼没烈焰合天仏法を説き合天烈焰法仏を説く風前千段す葛藤下一言間髪唯摩吉今三世諸仏というは一切諸仏なり行仏すなわち三世諸仏なり十方諸仏ともに三世にあらざるなし仏道は三世を特に格のごとく切尽するなり今行仏を尋ぬるにすなわち三世諸仏なりたとえ中なりといえどもたとえ不中なりといえども必ず三世諸仏なる行仏なりしかあるに三位の古仏同じく三世諸仏を道徳するに格のごとくの道ありしばらく説法の言う三世諸仏火炎理にありて大法輪を転ずというこの通りなろうべし三世諸仏の展望輪の道場は必ず火炎理なるべし火炎理必ず仏道場なるべし長寿論寺聞くべからず下道二条知るべからず知るべし諸仏の火炎は書類の火炎なるべからずまた書類は火炎あるかなきかとも証拠すべし三世諸仏の在火炎理の権威なろうべし火炎理に所在するときは火炎と諸仏と親切なるか天祖なるか恵尚一女なるか恵方消防あるか恵尚道場なるか恵尚道客なるか天台法輪は天時天気あるべし天時陶器なり展望法典あるべしすでに展望輪というたとえ人大事これ人火炎なりとも天下輪の法輪あるべし天諸仏の法輪あるべし展望輪の法輪あるべし天三世の法輪あるべししかあればすなわち火炎は諸仏の天台法輪の大道場なりこれを改良事量人量盆商量等をもて式量するは当たらざるなりこれらの量に量せられざればすなわち三世諸仏火炎寺にありて大法輪を転ずるなりすでに三世諸仏というこれ量を調をつせるなり三世諸仏天望輪の道場なるがゆえに火炎あるなり火炎あるがゆえに諸仏の道場あるなり現社いわく火炎の三世諸仏のために説法するに三世諸仏は立地調合すこの道を聞いて現社の道は説法の道よりも道徳ぜなりという必ずしもしかあらざるなり知るべし説法の道は現社の道と別なりまあそこまでですね。これは今日のところは、まあ、初めての方もおられると思いますがいつものように前へ振り返っていってるとこの前はそれだけで終わっちゃったからもう先進むことにしてですねしかしまあ大体前のように法の行物を解き法の行物を許すなりとありましたねありますがそれの続きです。それで説法山神学大師主に示して曰く三世諸仏
のあれですね、まあ、私ここの総選寺でもって、その53年の正月からこの消防現像を始めさせてもらってるわけですが、この私の消防現像の話ね、今までの昔からの消防現像の注釈、あのいろいろの仲介もありますし、今たくさん消防現像の話出てるわけだけど、ちょっとあの違ったところでもって私が私なりにやってるっていうこと、どういうところで違ってるかっていうとね、その昔 の, あの人たちは消防現像を、昔の人たちも今のねその人たちもね、消防現像をこう自分より向こう側にこう置いちゃって、そして昔の人はその消防現像の拝観者としてね、その拝むって言ってそういうつもりで読んでるタイプだと思う。それに対して今のその消防現像たくさん書いてる人たちがいわば消防現像を向こう側やっぱり置いて、そのいわば傍観者としてね、これ博物館のあのガラスケースの向こう側にこう見るみたいに、そういうようにこう全て向こう側へ置いてると思うんですね。それに対して私は消防現像をのまず自分に道元禅師は何を教えてくださるつもりなのかっていう、この自己の問題として読んでるわけです。それで、あのだからここに出てくるそのまず三世諸仏っていうのもね、その昔の人に言わせれば三世諸仏っていうと、あの過去七仏ね、それから、現在のお釈迦様、それから未来にあの出現するべき弥勒菩薩っていうようなのを考えるわけだ。それで、そういうあの仏様たちね、あの他人としての仏様たち、私とは関係のないその過去七仏やその未来弥勒仏なんかをね、こう他人として見るわけです。それからまたあの今言うその今の人たちに言わせりゃその博物館のガラスケースの向こう側で三世諸仏ってそれを覗き込むようなそんな感じで読んでるわけですね。それに対してね、その本当は私のその私の方法論はこの仏道を習うというは自己を習うから、ほんでどこまでもね自己の問題として読んでいくべきだっていう、そういう観点からね、その三世諸仏っていうのもその自分より外へ置こうとは思わない。ただね、このあれですね、自己の問題としてって言うとね、その非常に主観的な見方っていう、そういうこともあの恐れなくちゃ、そういうことあり得る。それでところがこうそれに対してね、あの萩浪氏はいいこと言葉を残しておいてくれてるもん。その萩浪氏は一切経はね、その我々のする座禅の客中であるっていう、これが私のね一生のそのあれですね、生き方の方針を決めてるわけだ。結局ね、あらゆる一切経っていうのは、まあ、たくさんのお経ですね、あらゆる仏教の本っていうのはあの私自身のする座禅の客中なんだ。あの そういうつもりで読まなきゃ。つまり座禅っていうのは自分が自分を自分するっていうね、その自由三昧こそが実物である、生命の実物だ。今はその我々のする座禅っていうのはそれが生命の実物です。それのね客中として一切経もあるんだし、それから消防現像もあるんだ。でこれはまああの本当はね消防現像だけじゃない、その
大体宗教ってものに対して我々が見ていく場合、本当はそうなくちゃいけないと思うんだね。の例えば親鸞聖人が弥陀五行四唯の願もね、よくよく案ずれば親鸞一人がためなりけりということは言われてるけど、本当にその親鸞さんにとっちゃ親鸞さん自身だけのために書かれてるんだと、こういう言い方してるね。その点私も聖宝現像もよくよく案ずれば高尚一人がためなりけりと、そういうつもりで読んでる。まあ皆さんもその皆さん自身のためという、そういうつもりで読んでいかなくちゃいけないね。それでそれっていうのは自称三昧の巻にね、そのあれだ、たとえ知識にも従い、たとえ教官にも従って、こう師匠につくのも、それからお経を読むのも、それはね、教官己ずから自教官なり、お経そのものが自分なんだが、知識己ずから己ずから自知識なりとありますね。これあの自称聖宝現像の自称三昧の巻にある。とにかくまあそういうつもりであの読んでいきたいのね。これは先日ね、もうやってきた人が言うの仏教じゃね、あの仏教じゃ質仏性っていう、そうすると人間はまあ仏さんの性質も、ところがキリスト教じゃね、そのみんなアダムからのね、あのその現在をね、みんな担ってるっていう、これどっちが本当でしょうかっていうのはね、そのよくそう言われてみたらそうだね、そのいかにも仏さんの性質持ってるっていうといかにもいいみたいな、ところが片っぽアダムからの続きの現在になってると、これはもう罪の代物だ。これどっちが本当ですか。いや今時の人はね、全く丸か罰かばっかり考えてんだね。だからこの罪人であるのか質物性であるのかって、そのコンピューターには どう入れたらいいでしょうってことだね。ところがね、それ本当に自己に当てはめてみたら、このこういう結局ね、俺俺って言ってね、その神の思いに背いたところで、あの禁断の好みを今私が食べた時なんだ。そのアダムの話、過去の他人の話持ってったんじゃ何にも意味ない。今神に背いた思いを持った時に禁断の好み食べた。それからまたその私がこうあの思い固めてるね、思いも、思いは頭の分泌物って、手放した時にね、これは質無償。結局ね、その仏って言って、仏凡夫と違った仏っていうね、向こうのもの考えちゃダメだ。仏と凡夫とってね、超えてるものが仏なんで、ね、その仏も手放したところ、それが仏なんだしね。現在って言ってもね、アダムあのっていう他人がだ、あのたリンゴで食ったって言って、その時がそういうおとぎ話の話じゃないんだと。宗教の受け取り方っていうのはね、どこまでもその座念する自分自身の話として読んでいくべきだってことでね。だからそうすると三世諸仏っていうのもね、結局座禅する私自身の話だということです。で、その三世諸仏火炎寺にありて大法輪を転ずる、これもね、その三世諸仏火炎寺にありて大法輪を転ずるとあのお不動さんの像のみたいにね、その、ボボ燃えてる火の中にゆでだこみたいに真っ赤になって、そしてあのその輪を回してるって言ったら、そんなこと考えてたんじゃ全く見当は違う。これその聖宝現像の話はね、あの今言うように他人の噂話の話でないのと同時に、どこまでもね仏法の話として受け取らなくちゃいけない。で仏法っていう地盤で見ると火炎っていうのもね、
そこにもあの電気が赤くなってるから そういうもんじゃないんだ。それで犯者は般若は大火事のごとし、その般若の知恵っていうのはね、すべて火の塊みたいなもんだ。ほんで速弱すればって、増えれたらば、その面門を焼却するって、もうそのすべて焼けちゃうっていうことですね。これ一体どういうのかっていうと、我々はね、その普段頭の自分の頭を主人公にして、そしてその思い固めたものをそのあれですね、愛着し、それから欲求し、追いかける、そして思いに逆らったものはっていうと、憎み、嫌い、怒るっていうね、そういうあれだもん。それをいつもね、こうそういうふうに自分の頭だけの思いで丸転がしになってるわけですね、我々は。そういうのはそういうふうに二つに分かれた、こうそういう頭に思い浮かんだもの、分別されたもの、それを手放しにしたところでことごとく焼き尽くすっていう、だからその思い手放しっていうね、そのところで全てを焼き尽くすっていうのは、それが般若の知恵だ。そして それに速弱すれば全て焼却する。つまりね、だから今座禅して、そして思いが頭の分泌物っていうんで、手放し手放しってしてるっていう、思いの手放し百千万発してるっていうと、その時一切分別した以後のもの全てがその焼却されちゃう。それが大火事です、火炎ですね。でだから決して火っていうのもそんな物理的な火じゃないんだ。今もっと物理的な火よりももっと根本的な火だ。これ仏法の話としては火っていうものはそういう問題なくちゃ。でまた天台法輪、天台法輪の輪という字は、まあ、前輪とか後輪とかいうように車の輪ですね。その今はその法の輪を回転するということね。でまた法っていうのね、法って言えばその毎度言うけれど、その字と他と主と客と脳と諸とって言って、あるとないね、その生と死と、すべて二つに分かれる以前の生命実物は法だもん。いつもこれはまあいつも言ってる。でだから般若心経でいや風生風滅風空風情風造風現って言って、要するにあらゆる消滅苦情増減を超えたもんですね。そういう風生風滅風空風情風造風減のその法輪をですね、それを転じるっていうんだから、また話は妙になる。その消滅古来のありえないものをその転じるんですね。それで結局不来不古の如来如故だ。
不生不滅不空不浄不増不減と それをその天ずるからね、来たるがごとく去るがごとくと、ね、それが如来如母。それで 如来というのは仏さんのこと、如来というのはそれをちょぎって如来というのね。それで結局ね、そういうことはどういうことかというと、我々人間はね、あると思う、あると思う、常住にあると思うんです。その常住じゃない、じゃあ全てそのもう断滅するもんかと思う。ところは断滅しない、因果歴年としてね、またそのちゃんと相続してるとかあるのか。だからあれですね、無と思い固めたものを無と転じ、無と思い固めたものを無と転ずるという、これが大法輪を転ずるということだ。座禅はね、そういう大法輪を実際に転ずることなんですよ。例えば、まあ、我々がこの座禅してるというと、まあこの私もそのもう七十過ぎてくると、その辺がその非常にこう希薄になってきて情けないとは思うけれど、若い頃若い人が、まあ男が座禅にしてじっと座っててもそれでも女女と思ってるしかしこう女女と思っててもこれそのまた我に帰って座禅に帰ってみると、それがふっと消えて壁だけっていうのね、全ては消えちゃう。それだからって言ってまたうとうとといい気分になってこうその座禅してくれてこっくりこっくり始めてる時、これはもうぼーっとしてるわけだ。ところがはっきり覚めてみるとちゃんと前は壁だけあるないわけじゃない。そういうのをね、これだからこれをまあ私が言う覚め覚めて、覚め覚めることを百千万発して、それでそういう生命実物をその天台法輪させる、それが座禅です。だから三世諸仏火炎理にありて大法輪を天っていうのはね、そういうこと、これ今我々が実際に座禅する。で原社員秀逸大師が火炎に火炎三世諸仏のために説法をすれば三世諸仏立地長ね、火炎というのは今言うようにそのうとを思い固めているものを無と転ず、無と思い固めたものをうと転ずる、つまり二つにこううだ無だって言ってね、二つに分けたものをの頭手放しっていうね、その火炎で焼いてしまう火ですね、それが火炎。そういう火炎説法、座禅したいというそういう火炎説法、それをねじっと聞いてるっていうの、その座禅人っていうのね、俺が三世諸仏のそれをじっと聞いてるわけ。これもだからその座禅そのものを言ってるんですよ。でそれでいかにもここで今説法すとか地に立って聞くっていうね、説法とか眺望とかっていうといかにもそこにまた脳書があるみたいな、ところがそしてもそこにまた法っていうなんかねコロッとした何かがある、既成品的なねコロッとした法っていうものが仏法っていうものがあるみたいに思うとすればまた違う。結局そういうものは超えてるのが法なんですからね。だからその生命実物っていう法が生命実物っていう法に深まっていくっていうことです。だから火炎三世諸仏のために説法、三世諸仏立地長って言って説法眺望っていうようだけれど、何それ、たった生命たった一つの生命実物が生命実物に深まっていく、そういうことですね。だから天地いっぱいの命、ただ座る座禅、
命の実物が覚め覚めるっていう、それそれだ。弁護禅師いわく、まさにお参り紅白、さらに広告あり、五感陶器進出鬼没。いや、説法がその三世諸仏管理にありて大法輪を転ずってこう座禅のことを言った。それに対して今度は現者は火炎三世諸仏のために説法をすれば三世諸仏立地長ってこう言い換えたわけだね。同じ座禅のことをパッと言い換えた。それで言語はですね、まさに思えり紅白、さらに広告あり、五感陶器進出鬼没。いや、紅白があると思ってたら広告もあって、それでとてもうまくすり替えて進出鬼没だっていうことですね。紅白広告っていうのに、ね、これあのこの紅っていう字についてね、文言や形的にはね、俗大泥棒って書いているわけだし、からお気に焼き章や五章ではね、炎行、つまり猿のこと言ってるんですね。まあ、あの泥棒なんだか猿なんだかどっちだか私には分からない、どっちでもいいんだ。とにかく 黒と白っていうと随分違ったようだけれど、何同じ行についての黒と白とっていう限りね、あの黒も白も問題にはならないってことね。でとにかくそれを同じものをうまくすり替えたってこと。で五感陶器進出鬼没。進出鬼没ってのは神が出てあの鬼が没したってことだけど、この、まあ、キリスト教の神様みたいだとね、これ絶対者だけど一神教から言えばね。だけど信濃の神様っていうのはまああのその辺にこうあのどこの村にも祀ってあるような神様なんでね、これはまあ人間の力以上っていう意味だと。で鬼っていうんでもまあ人間の力以上っていうんで、これはまあ同じようなもんなんだね。だから神出鬼没ってのをこううまくすり替えたってこと。神を出して鬼を引っ込めたって。でつまり同じ座禅のことについて説法の言葉を原者はうまくすり替えたもんだってこういうことで、列縁合天仏法を説き、合天列縁法仏を説く。列縁というのは今言ったように一切分別された以後のものすべて頭手放し手放しという行物で模してしまう火炎だね。で合天というのは天地いっぱいという、その法のあり方だ。だから頭手放しという行物が天地いっぱいの生命実物の法のあり方を説く。それからまた天地いっぱい生命実物のあり方がこの頭手放し手放しという行物を説く、こういうこと。まあ、この列縁合天仏法を説き、合天列縁法仏を説くという言葉、この巻の一番最後のところに道元禅師は、非常に、それのためにこう言ってんだから、このその今の段の前のところに法の行物を説き、法の行物を許すなってありますね。それのためにこの則を持ち出してんだから。で風前戦断す葛藤か、風前というのは一切二つに分かれる以前の風だ。それでそれに対して葛藤かというのは二つに分かれた以後の絡まりだ。そういうのをね、その二つに分かれる以前の風がその二つに分かれた以後のその葛藤、いろんなこう絡まってるね、そのさっと切ってる。一言間髪言いまくつ、たった一言葉で。間髪っていうのは罪を正すっていう意味なんですが、言いまくつっていうのはそのいわゆる二つに分かれる以前の生命実物、負に
国訪問というね、この国訪問を言うのに家がただ黙っちゃったということですね。ところが今一言間髪言いますきつっていうのはそういうただ黙って済むもんじゃない、その今の目をもスパッと切ってるということです。でそれから以後その道元禅師のそのこれに対する提唱ですね。今三世諸仏というは一切諸仏なり、いわゆる三世諸仏っていってその過去質物やね未来の弥勒仏を思い浮かべてたんじゃダメなの、一切諸仏なの、今我々がする誰でも彼でもする座禅そのものなの、行仏行仏と今座禅するっていうの、それが仏さんの姿に実際にするんだから行仏な、行仏すなわち三世諸仏なの、行仏で今座禅してるっていうところにね、三世っていうのはね過去現在未来ってそれを三世っていうんですね、その過去現在未来を内包してる、うちにちゃんと含んでるっていうの、十方諸仏共に三世にあらざるなし、すべての座禅はねみんなね三世でないものはない、何を取り上げても自己でないものはないんだ、そういう自己を座るんだから、だから過去も現在も未来も全てその含めて今我々座るんですね。で要するに年万木は年自己だ、年百草は年自己だ、その何取り上げても自己でないもの、その自己でないものはないというものをそういうの、自己が自己に座るっていうことで、仏道は三世を特に格のごとく切人するな、普通考えてると過去と現在と未来っていうのね、こう、時間の流れでこう、線的なものを考えてる、ところが仏教で仏法仏道は三世を特に格のごとく切人するなんて、そんなもんじゃない、そういう過去現在未来という延長的なもんじゃなくして、事実我々今現在の今生きてる我々にかの中に過去も映ってんだし未来も映ってる、それで過去ってのはないんだから、もう過去ってのは過ぎ去ってないから過去っていうのはね、だから未来ってのは今だ来たらずだからないんだ、それでただあるのは現在だけだ、ところが現在っていうのも無の一点だ、その無の一点の中に過去も現在も映ってる、そういうふうに説くのが仏道だ、そんな普通に考えてるような延長的なこう過去っていうとこう線引いてね、これが過去、それでまた未来というまたこう延長的に向こうに過去にある、あ未来にあると思って、そんなもんじゃない、で今行仏を尋ねるにすなわち三世諸仏なり、今の行仏座禅の中に三世十方がこもってる、三世っていう時間的じゃなくだばかりでなしに十方ですね、どっちどう転んでも自己切りの自己だ、でたとえ中なりといえども、たとえ不中なりといえども、知っても知らなくても、受け入れても拒絶しても、信じても信じなくても、必ず三世諸仏なる行仏なる、そういうのを知ってて初めてそうっていうんじゃない、知っても知らなくても事実座禅三世ぐるみの行仏座禅をする、いや私はねこれここでもって座禅座禅っていうね、本当は私今非常に座禅の話するのは喋、りにくいんだねというのはね、まあ私も60までよく座禅してきたけど、まあ育児がないもんだから60過ぎてから刻々にこう急速に座禅できなくなって、この頃本当に座禅
いや座禅するとね、足がねむくんじゃって、それから後が大変だね。それは座ることは座る、その時はね。しかしそれから後が、まあ足がもうだるくてだるくて、もう夜も寝られないくらいになっちゃう。それでもう座禅をだんだん恐れなしちゃって、それで今ほとんど座禅しないで来てる。しかしながらこれ、この正法眼蔵喋る時に座禅の話持ち出さなきゃならないんで、座禅の話するんだから、これちょっとつらいと思う。しかしながらね、同時にね、私まあ、座禅ができなくなると同時にだんだんあれして、まあ私若い頃から予感としてですね、俺はまあ年取ったらどうせ育児がないから座禅できなくなるなとはもう考えてたから、それで阿弥陀さんも一生懸命、観音様も一生懸命温めてきてる。それで結局ね、今あれするのは、大切なのは、座禅で大切なのは奇妙ってことだ。生命実物に変えるってことだ。そのいつもみんな誰でも彼でもですよ、みんな誰でも彼でも、その生命実物生きてるんだ。これそれをその頭だけでもって、その生命実物から宙に浮いてる。その頭の思いで宙に浮いて、生命実物とは関係ないことを考えてる。それで追っかけたり、それ嫌ったりしてるわけでしょ。逃げたり追ったり大騒ぎしてるんだ。ところがそれを頭手放しっていうね、それが座禅の一番大切なところだ。それでどうするのかって、何、生命実物に変えるってことだ。結局奇妙ってことね。で結局の話、大切なのは奇妙ってことだ。奇妙ってことは何もして拝むことだ。そうしてみるとね、まあその一番大切なところはね、一生ね、一生座、一中の座禅でなくちゃなんないんだってことが、まあこの頃よく分かってきたね、その点は。結局その座禅してる時だけが座禅じゃない、一生が座禅じゃなくちゃいけない、一生が一中の座禅だ。でだから頭手放し手放し、我々普段の時でもできるだけやるべきだ。奇妙奇妙が百千万発すべきだ。いや私はそこが なかなか凡夫でして、そんなこと考えてる暇に手放しすればいいんだ。いいんですか、そこなんだ。その私はダメですっていう、その代わりに、その暇に手放しする。それでできただけやるんだ。できただけ、まあ、手放し手放しやると、そこに決まることね。その悟りっていうのね、別にそのコロッと何か悟るっていう、そんなもんじゃないんです。結局重い手放し百千万発する修行がな、それが悟りだって、悟ることだ。そこにもう決着して動かなくなるってことね。それが大切だ。これ動きようないもの本当は。とにかく、いやこの前も庄司北師匠の話したでしょ。そしたらまあいろんなのが来た。そのうちに話したら、けしからんっていう人が来て手紙を起こしたね。それっていうのは大体仏法の話になっておらんって言うんだ。ほいで私、まあ庄司は生きるっていう、まあ私の本送ってやったわけです。というと庄司の庄司を生きるっていう本には、私の庄司北師匠の言葉はみんな典故があって、お経にちゃんとこの通り書いてあるという話をまず読ませて、そしたらその人がね、また手紙を出して、まあその仏法になっておらんということは、まあ引き下げた。結局天候があるんだからね。それでところがあんたは大体悟ってない。悟ってないの。わしは何々老子につき、何々老子につきて、たくさんのあれを歴賛して悟ったって。
っていう話。それで大体ね、このあれですね、道元禅師でもこの唐へ行かれて、そして帰って来られた時、元能美直っていう目は横、鼻は立てて、そういうのを悟って帰られた。はっきりそう書いた。ところがあんたは悟ってないと言うんで、それでまた私が書いたの、元能美直っていうのを悟ったということは、同時に今の生きは今しなくちゃなんないということを悟られた。であんたのその作り物のようなね、既製品のような悟りが通用しなくなることもあることも、お考えになったらいいでしょうって書いてみたのね。これ本当にね、元能美直を悟るということは、今の生きは今しなくちゃいけないということを悟る。それで結局今の生きは今するすればいいんだから、それが悟りなんだ、それが修行であり、それが悟り、それで修正一年、それで大体生きてるんだ、生きてるから息もできるんだから、それで症状の種っていうのね、私の言う話は分かりいいねそれでところはその人ももうだから、それから何とも言っても自分の悟り取り上げられたって分かったかどうかあのくらいバカになるとそれ分かったかどうかだけどそういうもんだで力に三位の古物を同じく三世諸物を道徳するに格のごとく道あり、しばらく説法の言う三世諸物火炎理にありて大法輪を転ずという、その通りになろうべし。だからね、この今 三世諸物火炎理にありて大法輪を転ず、三世諸物の天望林の道場は必ず火炎になるべし。これはね、今座禅しながら、座禅の格好は格好しながら、しかしながらその悟りを求めてるっていうんじゃ火炎にいない。悟りっていう既成概念の中にいる、食いつっ込んでるからね。そうでない、火炎にって言ったら手放しってボンボン燃えてなくちゃ。で、火炎に必ず仏道場なるべし。そりゃそうだ、その修行のするという限りは生き生きて今の人生ボーボー燃えてなくちゃ。それで教授論じ聞くべからだから、悟りっていう固定概念、既成概念ね、そんなものが扱ってる教授論じには分からない。下道二条知るべから、下道は聡明にして知恵なし、二条は精進して同心なしって言うけどね、その下道とか二条とかっていうのは本当の自己自身、要するに仏法に出会っていないんだから、本当に大切なのはね、自己そのものを究明 していくっていう、その姿勢がなくちゃダメだ。知るべし諸物の火炎は種類の火炎になるべからだ。今諸物の火炎って言ったら、そういう無とか無、それから脳と書、あるいはその小と死、字と他っていうね、そういうような全て2つのものを焼き払っちゃう火炎ですね。そういう火炎はね、その書類の火炎って人間世界の非火炎じゃないんだ。その人間世界の火炎っていうと何て言うのか、酸素が化合して燃える火と、あるいは原子核が、その分裂する火とかって言ってね、まあいろんな火があるらしいけど、そんなね簡単な火じゃないんだっていうのね。今は仏法の火はそういうその物理的な 火を、うん、火そのものも焼いちゃうもの。だから仏法の話は本当に途方もない、このあれですね、全てを超えてるっていう非難だからね。で、書類は火炎あるかないかとも証拠すべし、本当にそのシャバにそういう仏法みたいな火あるかないかってよく考えるべし。で、三世諸物の罪火炎理の権威になろうべし。
ういうその全ての二つのものを模してしまう日のそのそういう権威っていうのは超家の仕方っていうのね、家になろうべし火炎理に所在するときは火炎と諸仏と親切なるか天祖なるかし衛生一女なるか衛生消防あるか衛生道場なるか衛生道客なるか、この火炎と諸火炎理になったら火炎と諸仏とっていうのをね、あのあるもんがどうかね、あの二つに分かれる以前のところっていうんだから、この火炎と諸仏と、これは親切なるかって、それはね法と仏と一のが二つに分かれる以前だから、親しいっては親しいね、が天祖なるかっていうのあんまり親しければこそ、その全くあのあれだ、火炎っていう時には仏は隠れちゃう、仏っていう時は火炎は隠れちゃう、あのそういう意味から言ったら天祖だ。衛生一女なる時、衛生っていうのは衛っていうのはね、まああの私が生きてる時にはこの世界がその衛ですね、それで私っていうのは生だ、生と衛とってね、生きる当人と衛、その生きる生命体験する私と、それから生きる生命体験されてる世界とということ、これが生と衛で、衛と生と、そういうこと、衛生一如なこと、これはもう生命体験という点から言ったら一如な、あるいはしかしながら衛法消防あるかって、過去の業と業によってこう受ける信心と、それから過去の業によってその生きている この世界と、ね、そういう衛生消防あるか衛生道場なるか、衛と生と一筋のものであるか、あるいは衛生同じでありながら隔たっているかっていうのね、これはまあその辺、よく探求しなきゃならない。天台法輪は天に天気あるべし、大体ね天台法輪っていう時にそのまああれですね、天に天気あるべし、木っていうのはねその縁にあって発動する可能性を持ってるものは木っていうんですね、あの要するにあの旗織り機械でね、あのあれするとこう火が飛んでくじゃない、あれなんかあのね場合こうそういう機械これ発動こう、ね、やればガチャンとこう飛んでくようなあれ、そういうのを木っていうんですね。で字も転じ木も転ずるっていうの、結局これ一つの仏法として言うならその弟子と師匠、その師匠の側から言えば字を転ずる、それからあの弟子の側から言えば、天気ですね。でそれはねこれ最近出した本が「あの共に育つ心」っていうあの教育の本が書いたわけだけど、あれにもあれしたのね、普通はねあの私が言いたいところはこの普通は先生が生徒に教えるものとこう思ってるわけ、そこは違うんだね、先生それから親は子に教えるものとこう、先生とか親とかって高い立場、子供は低い立場とこう考えてるわけですよみんなね。ところがね何よくこう考えてみるとね、あの先生っていうのもただ先に生まれただけじゃないか、だから先生って親っていうのは、ね、何一代先の話でもあって、一代先であってのその親だって前の親に比べた子供なんだしね、これ代世代がねちょっと先顔を出して早い代だったらあの親になるんだしね、俺
本当から言ったら共にこれ文符なるのだそのこれ結局共にこれ文符なるのだ。それよく知っとかなくちゃいけないと思うんだね。それをその俺は大したもんだとこう思ってさ、それであの親の権威にかけてってこう思い、また先生の権威にかけて、またあのまあ今勤めな人なんかでも先輩と後輩ってね、先輩は後輩を抑えなくちゃいけないとこう思ってるって、この辺がねそのそう考え決まってるとこう考えてる、そこが間違いバカだ。そうでないんだ。共にこれ文符なるのみっていうのがこれあの根本です。そしてね、共にこれ文符なるのみで結局大切なのは本当の生命実物だもん。その生命実物っていうの、それにその本当に育っていく、本当の大人になるってことだ。大人、本当の大人になるっていうことが大切なんで、共にこれ文符なるのみ、共にこれ精進なるのみ、精進ガキだ、子供ガキ。いや本当に今親子喧嘩っていうのを、まあ、どこでもやってるじゃない。俺本当に見てると共にこれ文符なるのみ、共にこれ子供ガキなるのみ親がとうとう本当の大人に育たない間に子供産んでおくから、それで子供も育てられる、それで俺も子供だ俺も子供ガキ、子供も子供ガキ。そうすると結局あんな何ガキ同士の喧嘩でしかない。大切なのはね、だから本当に大人になるっていう、本当の生命実物を発現するっていうね、それが狙いでなくちゃなんだ。それそういう意味でその共に育たなくちゃいけない。でだから本当に共に育つつもりであのその教育もしなくちゃいけないということですね。それがねあの昔の例えばあのヨーロッパの世界では神様っていうのがある、そしてその親と子っていうのね、親も神様の前では親も罪人、それから、子供も罪人、そういうつもりで結局神へのつながりでもって教育もしてきてるわけだ。それが今神様が亡くなっちゃったから、そうするとあの親が子を育てるつもりになってるから、それ違うんですね。でそうでない、本当にこれキリスト教でも神様っていうのがのあって、その神様への共にこれ文符なるのみっていうんで、初めて神様をいかに知るかっていう、それで共に育つっていうつもり持たなくちゃ。子供を育てる中に親も育つ。それでそういう点から言ったらね、あの結局これ、まあ、仏道修行でもそうですよ。弟子と師匠って言ってもね、何で師匠って言ったってね、共にこれ文符になるのにな。それでただその共にこれ文符になるのみだけど、仏道の前これ大切なのこの生命の実物だね、仏法っていうことを、ね、狙いにして、そしてあの弟子と師匠との関係があるわけだ。そのだからまず愚道心というのがなくちゃだ。愚道心というもの、弟子も愚道心を持ち、あの師匠も愚道心を持ち、共に愚道心を持つというのね、それが天智天気だ。字も天智、木も天智でなくちゃあの教育というのは成り立たない。で天智陶器なんて、これはねところがたった一つのそういう愚道心の中 にことを述べて木に投ずるというね、そのつまりそのたった一つの仏道修行というね、愚道心の中におのずから品種ありだ。品種っていうのはあの師匠は師匠、弟子は弟子っていうね、あり方ね、これがある中で、それで結局その本当の、うん、生命実物法ですね、仏法、それに対してあの師匠はまた弟子にこう
引っ張ってくるというところがなくちゃ。それでそれが天時天気だ、天時陶器だ。それから天望法天あるべしと、これは法を転ずるということもあるし法に転ぜられるという点もあるということね。それですでに天望林という、たとえ人大地、これ人火炎なりとも天火林の法林あるべし、天諸仏の法林あるべし、天望林の法林あるべし、天三世の法林あるべし、これまあ一般天という限りね、その運転回転というね、天という限りね、何物も転じられなくちゃならない。その限りね、このすでに天望林という、転ずるという、法輪を転ずるという限りね、その火炎である、その火炎それさえも転ずるところだ、転ずる方もあるだろうってことね。だからたとえ人大地人火炎なりとも天火輪の法輪あるべし、それから天諸仏の法輪あるべし、諸仏というを転ずる法輪もあるだろう、天法輪の法輪あるべし、法輪を転ずる法輪もあるだろう、天三世の法輪あるべし、三世を転ずる方もある。つまり天という限り何物も転ぜられないものはない。決してね、固定概念で、その固定概念的にこのもう三世は三世、諸仏は諸仏、法輪は法輪って、そんな決まってるものはないんだ。すべて手放し手放しっていうね、それが火炎である、火炎である、天望輪だからね。しかあれば、すなわち火炎は諸仏の天台法輪の大道場なる。これを改良自量人量梵鐘量等をもて式量するは当たらざるなり。この今言う般若の火炎はね、その諸仏の大、その天台法輪の大道場だ。これをね、いろんな改良自量人量梵鐘量といろんなこう物差し持ち出してきて測るってことはできないってこと。みんなその手放し手放しっていうね、それだから、これらの量に量せられざれば、すなわち三世諸仏火炎寺にありて天台大法輪を転ずるなり、そういう物差しで測られなければこそ、その座禅というのね、そういう座禅は全く物差しでこういうもんだって、ね、測られることはない。それならばこそ、そのだから天地一体の命、ただ座る座禅で、ただ命の実物の冷め冷める、それが在火炎寺天台法輪だ。すでに三世諸仏という、これ量を超を捨てるな、その座禅人、もうこれ量を超越してるんですね。三世諸仏天望林の道場なるがゆえに、火炎あるなり、火炎あるがゆえに諸仏の道場あるなり、三世諸仏っていうのはそのものが天望林の道場です。座禅そのものが天望林の道場だ。それだからそこに手放し手放しっていう、そのただ座る座禅がある。それでまた火炎があるゆえに、全てを模してしまう火炎があればこそ諸仏の道場だ。それでまあそこが説法の話ですね。次の原者曰く、火炎の 三世諸仏のために説法をするに、三世諸仏は立地眺望する。まあ、そこちょっと以下もう一遍読んでみますと、原者曰く、火炎の三世諸仏のために説法をするに、三世諸仏は立地眺望する。この道を聞きて、原者の道は説法の道よりも道徳でなりという、必ずしもしかあらざるなり。
知るべし説法の道は現者の道と別なり、いわゆる説法は三世諸仏の天台法輪の所在を同種し、現者は三世諸仏の眺望を同種するなり、説法の道まさしく展望を同種すれども、展望の所在必ずしも眺望不眺望を論ずるにあらず、しかあれば展望に必ず眺望あるべしと聞こえず、また三世諸仏火炎のために説法すと言わず、三世諸仏三世諸仏のために大法輪を転ずと言わず、火炎のために大法輪を転ずと言わざる終始あるべし。展望輪といい天台法輪というその別あるか、展望輪は説法にあらず、説法必ずしもいたあらんや。しかあれば説法の道の道主すべき道を道主し、尽くさざる道にあらず、説法の火炎理にありての天台法輪必ず一室に参学すべし。現者の道に混乱することなかった、説法の道を通ずるは仏意義を義意義するなり、火炎の三世諸仏を在理せしむる一無人北海二無人北海の周辺のみにあらず、一無人一二無人の通達のみにあらず、天台法輪を領として大小公共の領に位することなかれ、天台法輪は維持いたにあらず